とも楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され、今年で30回の節目を迎えます。今から30年前、イベント的要素が強かったよさこい祭り、日本の文化お祭りとしてもう一度よさこい祭りを再定義したいという思いで誕生しました。コニアのよさこいは徐々に共感を呼び、現在のよさこいのベースを作り、県外、海外へとファンを増やしています。その活動は幅広く、国内では原宿、表参道、明治神宮、伊勢神宮など、海外ではカタール、ドバイ、台湾、中国、韓国、タイ、オーストラリアなどでも演舞を行い、高知の文化であるよさこい祭りの魅力を国内外へと発信しています。風に乗って参ります。
東京2023よさこい総踊りをご覧いただきます。